全国知事会は今日新型コロナウイルスの対策本部会合を開き、緊急事態宣言の解除や再指定の基準を明らかにすることなどを国に求めた緊急提言について、大筋で取りままとめました。連休が終わってステイホーム習慣が終わったんだという、何かまだ何も根拠のない達成感があって、ですね、緩みが大変心配でございます。 全国知事会としてのご協力、それから声を上げていくことが重要かと考えております提言では、緊急事態宣言の解除や再指定の基準について、具体的に明らかにすることや、宣言を一部の地域で解除した場合でも、都道府県をまたぐ移動をしないように呼びかけることを国に求めています。また観光業業や飲食ななどが甚大な影響を受けてているとして 抜本的な経営支援策の実施を訴えました。